皆さんこんにちは、高校野球 .com の栗崎です。前回の動画でドラフト指名選手の中学時代の恩師インタビューを見ていきましたが、今回は高校野球、大学野球の恩師にこれまでの成長を伺っていきました。お話を伺ったのは福岡大大濠の山下俊平太投手、上田西の高寺望選手、星稜の内山壮真選手、そして大学からは近畿大学の佐藤輝明選手、慶応義塾大の木澤直文選手の5名です。ドラフト指名を受けるまでには一体どんな成長があったのでしょうか。それでは早速見ていきたいと思います。189センチの長身から投げ込む最速153キロの直球が武器の山下投手、高い潜在能力を評価されオリックスバファローズに1位指名を受けました。成長のターニングポイントはどこだったのか、福岡大大濠の八木監督にお話を伺いました。コロナの最中に多分彼一人でコツコツ練習してたと思うんですね。なんかその辺ぐらいから考え方というか、受け答えもすごくこう変わってきてですね、はい、なんかこう一皮むけたなっていう、技術も人間性もですね、そういうのはすごく印象に残ってますね、はい、カープに関しては、バンデンハーグですかね、ソフトバンクは、あのカーブいいなと思っててですね、で彼も緩いカーブ投げれてたんですけど、やっぱそれはあくまでもこうカウント取るカーブでまっすぐ勝負っていうパターンが多かったので、少しこう速いカーブというか、そういうのを投げてみないかということで、こうパワーカーブをこう投げてみろという話をした覚えもありますけど、で、腕も振れるようになってきたので、自然とこう緩いカーブから腕を振った速いカーブに変わってきたんじゃないかなと思います。プロ志望高校生合同練習会で5安打を放ち、一躍注目を浴びた高寺望選手、高いミート力と高校通算31本塁打の長打力を評価され、阪神タイガースにドラフト7位で指名を受けました。そんな高寺選手について吉崎監督にお話を伺いました。野球に関してはすごく職人肌で、自分が決めたことをしっかりコツコツと納得いくまで、納得いかなければ時間をかけてでもやっていくっていうタイプですね、意味合いと目的を伝えただけで、あとは自分がやってきたこう失敗の中で、こう感覚をと技術を埋めていくようなタイプだったので、もう本当に悪い時にしか言わなかったっていう印象です。それだけ自分のセンスをこう磨く技術みたいなものがあったんだと思います。東京ヤクルトスワローズに3位指名を受けた内山選手、強肩と強打が大きな魅力で、捕手と遊撃手をこなす器用さも持ち合わせています。星稜高校の先輩である奥川選手とは再びチームメイトになりますが、星稜高校の林監督は内山選手の魅力を次のように語っていました。いや、もうその負担が大きい中、しっかりと彼の色に染めて十二分にこうリーダーシップも発揮して出ますし、得てしてこうキャプテンをすると、チームをまとめるのにとかっていうことでそればっかりに気を取られて自分の成績が悪くなるっていうパターンもあるんですけど、その逆を行きましたので、大したもんだなと思いますね。やっぱり結構視野が広いっていうか、結構余裕がある感じなんですか。結構どころか視野広いですよね、ちょっと他にないものも彼は持ってますよね。やっぱそういった能力あるので、やっぱりキャッチャーの方が彼の能力をこう最大限引き出せるんじゃないかなと思って、ちょっと入学当初からやっぱりキャッチャーの方がいいんじゃないかっていう話は彼とはしてたんですけど、なかなかこういう子にも巡り合えないなと。奥側とはまた違う操作がありますよね。4球団の競合の末、阪神タイガースが交渉権を獲得した近畿大の佐藤輝明選手、
関西学生リーグ記録の14本塁打を記録するなど長打力に大きな期待がかかりますが、近畿大学の田中監督にその成長を振り返っていただきました。まあ、キャッチャーとして測ってたら 1.8 秒台あるじゃん、肩強いなというで終わってバッティングしてワンスイング見たらこれはすごいな思って、すぐに打ちてやらないかということでお願いをしました。だから先ほど言いましたようにその大きな体で走れて守れるというのはまあ日本人で少ないんじゃないですかね。取材していただいたら分かるようにこうボソボソという話もしますし、こうなんていうかな、俺絶対プロ行くんやというようなタイプでもないですし、珍しいタイプだなと思って、はい、そう。最速155キロの直球と140キロ台のカットボールやスプリットを織り交ぜる投球が魅力の慶応大の木澤投手、東京ヤクルトスワローズが1位で交渉権を獲得しました。三菱自動車岡崎、JR 東日本と計24年間社会人で監督を務めた経験もある堀井監督に木澤投手の魅力を伺いました。そうですね、まっすぐの球威というのは非常に特徴なんですけども、まあ、カーブとそれからカットボール、スプリットという変化球も非常に安定してきてまして、ボールの力だけじゃなくて変化球も何よりもそのマウンドでこう守るんだ作るんだっていうね、そういう非常に気迫に満ち溢れたピッチングをしますので、非常にチームの中での信頼度がついています。社会人のトップ選手とよりもボールの力あるかもしれないです。どうしても若さっていうのはね、そのコンスタント性に欠けると思うので、まあ、その波をいかにこう年齢とともにね、なくしていくかっていう、少なくしていくかっていうことは、まあ、これはもう野球選手としてのね、ちょうどこの世代のテーマだと思いますので、まあ、そこを期待しております。ということで今回もドラフト指名選手の恩師インタビューを見ていきました。恩師の皆様ありがとうございました。また高校野球 .com ではドラフト関連の記事を多数配信しています。概要欄に URL を貼っているのでぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。